どうもおてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV では日々アクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして本日こちらの水槽なんですけれども、ちょっとねやらかしてる感がちょっとありまして、やらかしたんで、とりあえずって言い方もちょっと申し訳ないですけど、報告しなきゃなみたいな、形でございます。もうちょっとわかりますよね、なんかね、苔が爆食しました。魚たちはめっちゃ元気なんだけど、苔が、爆食しました。で、苔だけじゃなくて、で一応こちらなんですけど、上の方ね、水面の時なんかこんな風になっちゃって、どうしたみたいな、どうしちゃったんだろう。むちゃくちゃそのなんか緑、ここも緑がついてるぐらい、ちょっとえらいことになっちゃって、今日それをこれをとりあえず綺麗にするっていう動画でございます。まあさぞかし掃除してないだろうっていう風にお思いの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そんなことなくて、この前ね、その11月7日の時、もう私が腐りきってて動画を休んでた次の日に、やっぱその時もちょっと、その時はさすがに掃除サボってたんだけど、掃除サボってたから水槽をきれいにしましょうって言って、この水槽もきれいにしたはずだから10日ぐらい、まあそう言っても10日は放置してたんだけど、10日放置でこんだけになっちゃったんだよな。ちょっと思い当たる人といえば、今すごい寒いんですよね。私長野県に住んでるんですけれども、長野県の、今気温がやっぱ朝もう0度近く、霜も降りてるぐらいで、日中もね10度ぐらいなのかな。もう部屋も寒いから、で、まあ、夏場だとずっとねカーテン閉めてたんだけど、さすがに寒くて、まあ、日光当てても大丈夫かなと、水温そこまで上がんないだろうって踏んで、ちょっと半日ぐらいここ、まあ、11月入ってからカーテン開けるようになったっていうのはある。それでこんなに増える？いやまあでもしょうがないです。めちゃくちゃあれだもんな、めちゃくちゃガラス面にもすごいやっぱ苔が生えちゃってて、とりあえずその苔から、取り除いて、そして、水を今日変えます。これ水替えしなきゃダメなパターンですよね。ちょっと水替えしていきたいと思います。よし、じゃあちょっとやりますね。すごいな、でもおーすげえ綺麗になる。よし、じゃあ掃除しますね。うわビフォーアフターがすげえな。いや全面終わっただけでもだいぶ綺麗だなこれ。ちょっとサイドも綺麗にしていきますね。まあ見た感じグリーンウォーターになってるっていうわけではなさそうですよね。めちゃくちゃ汚れが舞ってますね。汚れっていうか、まあ、あの清掃した、苔のカスが舞ってますね。いやーでも汚ねーなー、汚ね。とりあえず水を変えたいと思います。
まあね、結構汚くなっちゃったな。ちょっとティッシュで拭いていきたいと思います。こう簡単に取れる。うわ、汚れがすげえ。なんか物の匂いがすごいですね。藻が、藻臭いっす。ちょっと油膜の要領でティッシュでちょっと取ってきます。よっ、ファサ取れるかな。ファサファサ、よし。うわ、でも結構、うわわ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 、こんなピント合ってるかな。ティッシュが緑になるぐらい取れました。もう一回やるか。わっさ、うわ、失敗した。わっさ、よし。うん、結構取れますね。あと気になるのはここなんだよな。ここちょっと上げてみますね。うわ、いや、こっちも結構汚れてますね。前よりはね、この奥まで雫が来るようになったんだけど、まあしゃあねえな。まあ目詰まりしてるわけじゃないから、もうちょっとこれはこれで。うわ、すげえ。うわ、そして、製造完了いたしました。はい、水替えしてね、ちょっと細かいところまで少し清掃したので、まあ綺麗になっていると思います。とはいえ清掃したものがまあ舞い散ってる感じですね。魚たちはめっちゃ元気です。ちょっと餌あげるか。ちょっとストレス与えちゃったからご褒美あげます。落ちてきた、落ちてきました。めっちゃ食っとる、めっちゃ食っとる。いいっすね、食いっぷりがいいな。水温がね低くなってきたからの方が食欲がありますね。夏場はねちょっとやっぱね少し、土壌たちは夏場で気味でした。今のがいい。しっかり動いてますね。棚もね本当に丸々太ってきてね、前も言いましたけどちょっとうまそうに見えるっていう。いや、 いけないんですけどね。なかなか美味しそうに見えるんですよね。まあ全体的には、こんな感じですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。結構綺麗になりましたけれども、多分ねまた再発する可能性が高いので、ちゃんとカーテン閉めて、あとライトもね収まるまでは、消しておきたいと思います。ちょっとまたあんな感じになっちゃったら嫌なんで本当に。いやでもね魚たちは元気でいいんですけどね。まあそれが何よりですね。本当に魚が元気で何より、土壌が可愛い、それがいい感じです。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、今後も引き続きアクアリウムの動画を配信していきたいと思っておりますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということでお送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ